様おはようございます。のんです。私は今エイルディルという町に来ておりまして、ここの目的は、沈没でございます。ちょっとモーニングルーティンみたいな映像ですけど、全然モーニングルーティンでもおしゃれな動画でもないので、ゆるく見ていただければと思います。オーナーにティーをもらったのでちょっとトルコっぽく朝からお茶を飲みたいなと思います。でね、まあ沈没といっても仕事をしなければいけないので、朝からパソコン開いてメールのチェックだったりとかいろいろして仕事始めたいんですけど、その前に軽くメイクをしちゃいます。私ね、仕事をするとき、パソコンに向かうとき、結構この体勢で膝を抱えてやるのが好きで、これで結構長時間このまま集中してやっちゃいます。なんかリモートワークって結構集中できないと言われるんですけど、私はかなり向いてるなと自分で思っております。はい、こちらはルーフトップにあるカフェですね。すいません、全然紹介できなかったはい、こちらはオーナーのワンちゃんでございます。どこに行くにも一緒についてきてくれる私の専属ボディーガードでございます。めちゃくちゃ人懐っこくていい子です。はい、ここからは、ひたすらエイルディルの街をご紹介したいと思います。もうね、めちゃくちゃ綺麗で、なんかもうトルコなのかここはという感じで、もう本当にチルチルチルという感じですね。で、まあ、そんなに目的地というか行きたい場所はなかったんですけど、まあ、一箇所だけ丘の上にあるカフェがあると調べてたので、ここにひたすら登っていきます。いやね、この日マイナス2度くらいだったんですけど、全然ちょっと汗ばんじゃうくらい結構登りましたね。登って登って登って、ここにカフェあるのかと思ったら、こちらの景色でございます。いや、もうまさしく写真で見てたエイルディルの景色ですね。誰もいなくて、おじいちゃんが一人でカフェを経営しているみたいでした。ちゃっかりティーをいただきます。いや、もう贅沢ですね。絶景とティー。もう自撮りとかめっちゃしたくなっちゃいますよね。でね、何をおもむろに取り出したかというと、キュウリでございます。昨日ね、マーケットで買ったキュウリがシャキシャキで、もう最高で、今日は絶対おやつにキュウリを食べようと思ってわざわざ持ってきました。こんなところでキュウリを食べる日本人が果たして何人いるのでしょうか。お腹を満たしたらまた散策に行きます。変わった地形なんですよね、この町。なのでちょっと先っちょの方に歩いていこうと思ってテクテクと歩いております。ね、いろいろ面白い建物というか、いろいろあって
気持ちよかったですね、歩いてるだけで。まあ寒いんですけどね、かなり。